お、サシがすごい。あ、柔らかい。うん。うわー、すごい。コラーゲン。お、タンパク質14で、脂質 1.4 だって。あ、そう。あることも全然ないじゃん。今日は、まあ、こんな感じで、ちょっといつもと違う場所で撮影してるんですけども、ちょっと家族で呼ばれまして、3人で伺いました。次男は、今日はちょっと用事があって来れなくて、東京から今日友人が訪ねてきて、ちょっと撮影したいから来てよみたいな感じで今やってきたんですけど、よくお越しください。レンタル久しぶりです。はい、今日はですね、実はちょっと加藤ちゃんチャンネルとコラボさせてもらいたいなと思って、はい、久々にお会いさせていただいたんですけど、はい、ディレクターの藤田と申します。はいはい、今日はですね、なんか大会前なんですよね。そうですね、2週間後に、はい、で減量されてると。はい、で結構なかなかです。その食事だったりとかやっぱりいろいろ気をつけていらっしゃると思うんですけれども、はい、ちょっとその減量中の方にもですね、すごく美味しくて高タンパク低カロリーな食材を今日お持ちしたんで、ちょうどいいかなと思ってご紹介したいんですね。はい、でそれがなんとクジラ。おちょっとこちら用意したんですけど、皆さんにちょっと見せていただいて、目の前に置いてあって何かなと思ったんですけど、はい、缶詰でクジラ の加工品缶詰なんですけども、へ、はい、で今ちょっと担当させてもらってるチャンネルでクジラジャパンというのがありまして、はい、芸食文化を広めていこうという、うん、クジラの回し物みたいなことをやってるんですけれども、はい、そういえば加藤さん、どうかなと思って、でクジラって食べたことあるんですか？食べたことはあります。ご家族で食べることあるんですか？ありますあります。関わり的なものを教えてもらっていいですか？結構近所のスーパーでもね、たまに売ってる、ね、売ってることがあったり、はい、まあ毎日じゃないんですけどたまにあるんですよ。あとは今年の頭だったっけ、うん、家族旅行でクジラのお肉食べに行ったりとか、うんうん、よく売ってるのは刺身なんですよ。短冊になってる、そうだね、塊で、うんうん、で真っ赤かな、うん、赤身の状態で、それをスライスして生姜醤油で食べるっていう、赤身肉なんでタンパク質が非常に多いし、まあ脂肪が少ないっていうことで、まあ栄養摂取としてもすごい優れてるなって感じてるんですから。なるほど。なんかお誘いしといてあれなんですけど、大会まであと何日ぐらいですか？あと2週間。2週間、はい、その2週間前で変なものを食べしちゃいけないっていうことも気になってきたんですけど、はい、今日はそのクジラの缶詰の、ね、数字にだったりとか、あとその お肉の方ですね、オノミっていうね、ちょっと高級部位がありますので、はあ、それはクジラストアっていうですね、はい、自販機、クジラの側の製品が買える自販機っていうのが、東京と横浜と大阪で自販機ある。あ、名古屋はないんですね。あ、名古屋ないです。で、今後も初めて今聞いたなと思って。名古屋にもこうできるかもしれない。あ、で、今日大井町店っていうね、東京にある大井町店で、はい、買ってきたものがありますので、それのちょっと今解凍ねしてるところなんで、ちょっとお刺身にして食べていただいて。刺身で食べられる。そうです。楽しみ。その健康効果のことはそれとして、まずは美味しいのかどうかっていうね、あ、そこも気になりますね。ちょっと、はい、率直なところを教えてもらいたいなと思うので、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。じゃあ加藤さん、これ東京から持ってきてですね、氷水で今運ぶ時は保冷バッグの中でキンキンに冷やしてきたんですけど、はい、今これを氷水で、あ、ちょっと、はい、解凍できてます。加藤ちゃんクッキングをこれあれだね、パッと見牛肉、うんうん、霜降ってる牛肉、これオノミというね、ところで、こう刺しがすごい。じゃあ今パウチから出したのを乗っけると、おお、こんな感じで、すごい。じゃあいきます。ちょっと薄く切ってみます。柔らかい。柔らかい。解凍できてるかな。そうだね。中まで、うん、解凍できてる。ね、美味しそう。結構薄く切ると量取れるね。うん、切りました。すごい美味しそう。これなんですけども、うん、これ、はい、浅草、うん、ロック通り捕鯨船の酎ハイ。うん、これも持ってまいりました。でも加藤さん、あれですよね、今お酒は、今日は今お酒やめてるんで、うん、ちょっと、じゃあ奥様お酒の方、私はもう全く持ってない。あ、じゃあちょっとぜひ、はい、じゃあ早速すいませんね、はい、いただきますね。
梅ですかね、これね。ああ、美味しいわ。本当。うん、あの全然甘くないですね。あ、うん、甘みが本当ほとんどなくて、ドライって書いてある。ほんのり梅を感じる感じのチューハイ。うん。すごく美味しい。さっきの缶詰は今こうやって熱い湯煎お湯で温めてて、なんでその缶に切ったね、このくじら肉いただきましょうか。いよいよ。じゃあ早速いただきます。はい、美味しそう。お、何、どうですか。柔らかい。柔らかいだけど適度に歯ごたえがあって、うん、ね、美味しい。どう、うん、全然生臭くないね。全然生臭くないね。噛み切れちゃう、うん、牛肉とも全然違うし、おいしい。といって鶏肉より柔らかい、ね、柔らかい。なんだろう、ちょっと初めての食感で。減量中でもおいしいものやっぱ食べたいじゃないですか、うん、肉を。だからそういう意味では低カロリー、コント圧迫っていうところで、そうですね、おすすめなんじゃないかと。これはめちゃくちゃおいしい。アスリートの方に結構おすすめの食材なんですね、はい。ちょろっとクジラ肉についての前なんか情報で聞いた、なんだっけな、うん、アミノ酸のそのなんとかっていうのがバレニンですね。ああ、それそれそれ。疲れが取れる成分。ああ、なんかそれもアスリートにとってはそのありがたい栄養成分ですよね。完食。じゃ最後の一切れ。うん。このクジラの旨煮と筋煮。いきます。よいしょ。うわー、おいしそう。すごい、コラーゲン。じゃあ今度筋煮。うい、うわ、いただきます。うわー、うまそう。うわ、うまそう。めっちゃうまそう。おお、おいしい。あらあら、いかがでしょう。崩れた。あー、崩れちゃうんだ。あ、甘い。うん、ほんとだね。うんうんうん、溶ける。あー、うまっ。じゃあ、私もちょっと、この今この、これ筋がこの、なんか白いとこ美味しそうじゃない。美味しそう。ふふ、うん、あすごい、もう邪魔しないもんね、これ。最強、最強ですよ。この味は、うん、本当に。なんか、魚っていうか、これ肉みたいですよね。肉みたいなもんだよね。そうですね、まさしく肉ですね。肉、これ、うん。魚じゃないよね。うん。生姜と一緒に煮てあるんじゃないの、うん、生姜の風味もあるから。うんうん、うん。臭みが取れてる。めっちゃうまいわ。ねえ、めちゃくちゃ美味しい。癖になってない人でも食べる。これ、ご飯にかけても食べれるよね。あ、そうだね。この、タレっていうか、このコラーゲンの煮込んださ、うん、栄養成分見るとね、うん、100g で109キロカロリーだって。そんなしかないね。意外と低カロリーだ、ね。鶏の胸肉と同じぐらいじゃん。こんなに美味しいんだ。タンパク質14で脂質 1.4 だって。あ、そう。あるかと思ったけど全然ないじゃん。鶏肉よりうまくない。これ絶対ね、ご飯にかけて食べたい。炭水化物が10。炭水化物10ね。味付けで使ってる。美味しい。脂質が少ないっていうのが嬉しいですね。で、炭水化物はまあ気になるなら、例えば一緒に食べるご飯の量を少し調整するとかでいけるんで、タンパク質も 10g、 タンパク質も 14g だから、うん、まあ一食で食べる量としては、例えばこれにあとね、もう 10g とか 15g ぐらい別の食材で足せば一食分としても十分だし、うん、これはなかなか美味しい。じゃあこれはダイエットしたい女性にもこう全然いいよね。こんなに美味しく食べれるならバンバン剤じゃない。全然全然ね。でもしっかり量を定めて取る分にはすごいいいと思いますよ、ダイエット。これがすごい気になるんだけど、これ日本おどう、やばい、美味しいの。じゃあこっちの方が脂多いのかな。全然脂っこくないよ。ちなみにこっちは、うん、カロリーは 100g で 133kcal。 ちょっとカロリー高いんだ。まあうんうん、でもね、タンパク質12で、うんうん、炭水化物16。炭水化物がちょっと多いんだ、こっちの方が。これ一缶だとどうなるの。一缶で何グラム。一缶で、ね、90g だから。街で買えないっていう声がやっぱり多くて、だからあのクジラストアっていう形で自動販売機で
自販機のところに行くとこの缶詰も買えるんですか？買えるんです。買えるんだ。はい。で、あの竜田揚げ、冷凍の竜田揚げとか、うん、あとそのこのお肉ですね、うん、冷凍の、うん、あとクジラカレーとかね、あとあのクジラー油っていうちょっと変わり種のラー油、クジラのラー油、ご飯につけて食べたら美味しいみたいな。いかがでした？いや、めっちゃ美味しかったです。美味しかった。もうなんか全てが初体験な感じで、そのやっぱりそのタンパク質の摂取ってどうしてもあのものによっては我慢して食べなきゃいけないっていう部分もあるんですけど、そういうのが全くないし、飽きないね。そう、普通に楽しみで食べれるよね。うん、脂質がさっきも言ったけど少ないっていうのは、うん、そのコンディション作りにおいてはすごいありがたいなって思います。はい。だから三大栄養素の摂取としてタンパク質はもちろんね、筋肉のために重要で、それ以外に、まあ、その脂質っていうところで、まあ、ほどほどに入ってるのもね嬉しいなと思いますし、あとそれ自体がその炭水化物、ご飯を食べるお供としてもね、うん、すごい食べやすいので、本当に美味しかった。だからこれ減量中だとある程度こうね量を調節してっていうのが大事になってきますけど、体重を増やしたい人とか、うん、なんていうの、まあ、パワーをつけたいとかね、そういうバルクアップ、僕らだと減量が終わると今度筋肉つけるためにバルクアップ増量期っていう期間になるんですけど、その時にねこうたくさんご飯を食べるためのお供としてもすごい。さっきね、疲労回復だっけ、あバレニン、ね、バレニン学生だとね、疲れ取れるから、あ、ね、そうそうそう。という感じで今日はいろんなクジラの製品を食べさせていただいたんですけど、まあね今日は何の回だと思う、すみません、突然お呼びさせていただいて、美味しいものを食べさせていただいたんで逆にありがとうございます。あれよくわからないままなんかカメラ回してしまって恐縮ですけど、はい、本当、はい、大会の直前ってことでね、まあ、ものによってはちょっと今日は僕はっていう、うん、まあしらける感じになっちゃったらどうしようかと思ったんですけど、まあ、全然食べられるものでしたし、逆にしかもめちゃめちゃ美味しくて、いや本当に、なんかね、その今日休みなんですけど、まあ、普段と違うチート食みたいな感じで心もなんかリフレッシュできた感じがしてます。良かったです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。丈夫いいですって、ちゃんと説明も書いてあるし、結構大きいですよ缶詰。ご飯にもお酒にもよく合う。ご飯にかけたい。お土産としてね買ってみたいと思います。いいかも。